吸引するとき出血しやすい部位はなので注意が必要です。皆さんこんにちは、看護師のしきです。今日は口腔吸引、鼻腔吸引のコツについて分かりやすく解説したいと思います。吸引はですね、痰などの分泌物を自力で出せない患者さんを対象に行います。自力でですね、痰が出せないと気道が閉塞してしまい呼吸困難に陥ってしまったり、溜まってしまった痰などから細菌が増殖して肺炎になるなどのリスクがあります。痰はですね、重力の影響を受けるので通常ですと移動することができるんですけど、特にベッド上で寝ていることが多い高齢の患者さんはですね、痰が動きにくく貯留しやすいので注意が必要です。吸引は最初コツをつかむまでがなかなかこう難しく感じるのですが、口腔や鼻腔の構造であったり、あと注意することを意識しておくとぐっとやりやすくなるので、本日は吸引が上達する5つのポイントについてご紹介しますね。それではスタートです。まず吸引により出血しやすい部位をチェック。口腔や鼻腔の粘膜というのは柔らかくて敏感なので、考えながら挿入しないと粘膜を損傷させてしまったり出血する恐れがあります。特に出血に気をつけたいのは鼻腔吸引の時ですね。鼻には出血しやすい部位があるんです。皆さんどこだか分かりますか？それがこちら、キーゼルバッハ部位です。だいたい鼻の入り口から1から2センチ程度のところにあるんですけど、いわゆる鼻血ですね、医療用語だと鼻出血と言うんですけど、鼻出血の約 90% がこの部位から起きていると言われています。そのぐらい出血しやすいので、鼻腔から入れるときはキーゼルバッハ部位に注意する必要があります。特に気をつけたいのは疾患の影響だったりお薬の影響で出血傾向がある患者さんですね。またですね、鼻腔内吸引の時になかなか吸引用のカテーテルが先に進まないという新人看護師さんはよくいらっしゃいます。そういう時は鼻腔の構造と、あとカテーテルの先端の向きをイメージするとやりやすくなりますよ。吸引用のカテーテルの先が上を向いてるとですね、こう咽頭を向かずに他のところにぶつかってしまいます。なので鼻腔に入れる時はこうほぼ水平に、そして咽頭の方へ向かって入れるというイメージでやるとやりやすいですよ。私がなかなか進められないでいる時はいつも先輩からちゃんと開頭の図を意識してって何度も言われましたね。ただそういう場合でもこうなかなかうまく進まない場合というのはあると思うんです。そういう時に無理してこうね差し込んでしまうと、これも鼻出血の原因になってしまうので、そういう時は反対側の鼻から挿入してみるとうまくいくことがありますよ。次に吸引用カテーテルの長さをチェック。皆さん吸引用のカテーテルを口腔内鼻腔内それぞれだいたい何センチぐらい挿入するか分かりますか？吸引したい分泌物の位置や、あと患者さんの体格によってもまあ多少異なるんですが、口腔吸引の場合は約10から13センチメートル、鼻腔吸引の場合は少し長くなって約15から20センチメートルとなります。必要以上に吸引用のカテーテルを挿入してしまうと粘膜を損傷してしまったり、また患者さんの苦痛も大きくなってしまうので注意が必要です。続いて吸引圧や吸引時間をチェック。吸引圧は吸引物の正常であったり、また量によっては調節はするんですが、吸引圧は成人の場合は約20キロパスカル、150mmHg が目安となりますね。吸引圧が高すぎると粘膜を損傷してしまう危険性があります。また吸引時間は10秒以内が目安となります。それ以上ですと患者さんは苦しいですし、体が低酸素の状態となってしまう可能性があります。吸引中は患者さんと喋ることが難しいので、苦しい場合は手を挙げるなどの合図を吸引の前に患者さんと決めておけるといいですね。最初はですね、つい痰を取ることに集中してしまいがちなので、時間もしっかり意識してくださいね。
もし時間内に十分に吸引できなかったら1回抜いて患者さんの呼吸状態を観察し、患者さんが落ち着いたら2回目また吸引用のカテーテルを挿入します。カテーテルを入れてる時なんですけど、こう出し入れする動きをしてしまうと粘膜を損傷してしまうリスクが高くなってしまいます。そのため回転させながら動かすと粘膜の損傷を防ぐことができます。続いて咽頭反射が起きやすい部位をチェック。咽頭反射に気をつけるのは口腔吸引の時ですね。私の印象ですと個人差もあるので必ず起きるというものでもないんですが、挿入する位置によってこの咽頭反射誘発してしまう可能性が高くなってしまうので、その部位をご紹介しますね。咽頭反射を誘発しやすい部位、それは口蓋水となります。そのためこの部位は刺激しないように意識してみてください。患者さんによって咽頭反射が起きやすい場合は、患者さんの体位をセミファーライ、約15度から30度上半身を起こした姿勢がおすすめです。またですね、食後はですね嘔吐のリスクが高まってしまうので、頻繁に吸引が必要な患者さんは吸引のタイミングにも注意する必要があります。最後は患者さんの痰の硬さをチェック。痰はですね、実は約 90% 以上が水分なので、水分がなくなってしまった痰っていうのはすごく固着しやすくなってしまうんですね。そして一度水分を失って硬くなってしまった痰を柔らかくするというのはなかなか難しいんです。痰が硬いとなかなか吸引しづらいという経験は皆さんもあるのではないでしょうか。そういう時は吸引圧を上げるという方法もあるんですが、圧を上げれば上げるほど粘膜と損傷のリスクも高くなってしまいます。そのため日頃から排痰を促すためには体ドレナージであったり、あと湿度ですね、お部屋の湿度の管理、あと患者さんの全身の水分のバランスのチェックなどが大切になってきます。必要時には去痰薬などの薬を使う場合もあるので、どうしても難しい場合などは先生に相談してくださいね。皆さんいかがでしたか？今日は吸引のコツについて5つの視点からお送りしました。吸引は慣れるまでがなかなか大変だったりするんですが、結構私はですね、鼻腔と口腔のこの解剖学的なこの図をイメージしてやるようになったらだいぶやりやすくなったので、皆さんが吸引に自信を持てるように応援していますよ。それでは今日の動画は以上となります。この動画が役に立ったよと思ってくれた方はぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。また今日の動画の感想もコメントでお待ちしておりますよ。これからも看護技術など勉強に役立つ動画を考えているので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。